初期の戦国列国古区は古代の区にあった国。東新時代の知史、火曜国史にその歴史が詳しく記されているが、芝生の式では、紀元前316年に、真の将軍芝作に滅ぼされたことが記されるのみで、ある。東は友江、南は古史、北は旗、西はガビ山に接し、天賦と称され、原名を火曜といった。 武王の帝神討伐にも参加し、周王室を建てまつっていたが、中原から遠いこともあって、春秋の開明には参加できなかった。周王室が衰退すると、諸がまず王を称し、諸王と堺の時代には、帝と称した。その後は、開明氏が代々諸王となって、隣国の友へと争った。周の新連王五年、諸王が、弟の家宝を、 冠中に封じその女優を家宝と名付けるよう命じた。こうして、祖皇と言った。祖皇は、敵国の共栄王と吉見を通じたことに激怒した、職王に討伐を受け、友栄に逃亡して、神に助けを求めた。そう討伐する計画を立てていた神では軍神たちの間で議論となり、職は、西方偏境の国であり、エビス敵の長に過ぎない。 ス訪を討伐するのとは違いますという意見が出された。これに対して、柴作と玉木が、諸は、結王、中央の騒乱の時からあり、その国は、飛んでいて、腐白や金銀を得ることができ、軍備に用いるには十分な量を算します。水路はス訪に通じていて、友枝には、大船舶を浮かべて、東のス訪に向かえば、その地を得ることが可能です。 職を得ることは、すなわち、素へを得ることになります。その滅亡は、すなわち、天下の併合となりますと意見すると慶文王は、よしと言って、長儀、柴作、トイすみらを、赤牛堂から職討伐に向かわせた。職王は自ら軍を率い家宝と戦ったが敗走して、竹明に至り新軍に殺害された。最大はまで落ち延び、 白六山で自害した。冬十月、職は平定され、祖皇と、ともも滅ぼされた。持ちから禅状を受けたすっぽん霊は、改明庁を開き、第一代総三角を称したが、真の勢力が増し、圧力が増大するに伴って、第九代改明なおは、帝号を廃し職王を称した。第十二代足子派王の古諸は、真軍の追撃を逃れて、 越南に逃れ、王国を建国し、安陽王を名乗り、旗の侵攻に備えた。真の滅亡後、南越国を建国した長太の侵攻を受けるが、退けた。しかし、長太の数々の計略によって二度目の侵攻を防ぐことができず、紀元前179年に滅亡した。これをもって、海明朝の系譜は、途絶えることとなる。 すっぽん霊食足カド食、安固定不明食別定不明不明不明食を、解明なお、不明不明足子半を。ありがとうございます。